はい、こんにちは、ぼう先生です。さあ、前、シンコペーションの、今日シンコペーションを一緒に伝えてみようかなって思ってるんだけど、前にシンコペーションの、なんでシンコペーションを使ったらいいかっていう動画を撮ったんだけど、それちょっと見てない人は、先にそっちを見てもらうと、なんで曲の中でシンコペーションを使うかっていうのがね、すごくわかりやすく説明したつもりなんで、またそれ見てから一緒にいただけるようにしてみようか。そうすると、さらにな、シンコペーションなんか、好きになると思うから、ちょっと難しいけど、めっちゃかっこいいからね、できるように頑張ってみよう。ってことで今日は、ちょっとシンコペーションの叩き方を一緒にやってみます。テンポ40、60、80で叩けるようにしていきます。はい。ってことで、もう早速だけど、譜面な、こんな譜面です。前、この動画、撮った時に、もう見てもらった譜面と一緒なんだけど、さあ、みんな見たことない、なんか記号みたいなのあるかな？はい。これなんだろうね、このなんか、うにょうにょ。うにょうにょじゃないな、この、なんかにっこりマークみたいな。このお山みたいなやつ。わかる人？これ、タイって言います。タイ。タイの。そうそう、お魚のタイと一緒よ。タイ。そう。で、このタイがついとると、どうなるかわかる子もいると思うけど、ちょっとわからない。そのために説明しますとですね、タイっていうのは、まあ伸びるんよ、音が。この、1、2、3、4個目の音から始まって、5個目の音まで伸びとるような、4個目の音から、下にもタイがあるよね。このタイも同じで、ここから始まってこっちに伸びとるような。こっちの音は叩くねん。叩くねん。こっちの音は叩くのよ。こっちの音叩くんだけど、タイの先の音。タイが伸びた後のこの音は叩きません。そう。ね、5番は叩かないんよ。1、2、3、4、6、7、8になります。ね。1、2、3、4、6、7、8。5は叩かないんよ。な。だから、つ、つ、た、たーつたつ。ちなみに、この4番のとこのこの、これってハイハットじゃないんだけど、わかる？なんか線があると思わへん？線。線の上にバツがあるような。この線っていうのは、ドラムの譜面って、本当は五線譜。ピアノとかね、ドレミファソの書いてある、なんか線が引いてある楽譜あるやん。あれの上に書いてあるんやんか。先生いつもこの白紙ホワイトボードに書いとるけど、五線譜があるんだけど、五線譜のさらに上の線を書き足して書いてるんやん。ちょっとわかりにくいよな、これやったら。後でちょっと別で写真撮って載せようかな。そう。で、これはまあ、クラッシュシンバルのマークです。クラッシュシンバル。だから、ここはクラッシュシンバルを伸ばすってこと。だから、つ、つ、た、しゃ、つ、た、つになります。最後、ここ。ここは叩かない。だから、まあ、空振りって思ってもらってもいいよ。空振りで分かりやすい人は、つ、つ、た、しゃ、つ、た、つ。ちょっと空振りして、叩いたらあかんで、でも、絶対音出しません。はい。伸びとるからな、ここ、ジャンプのとこやったやん。シンコペーションの音は。な、ここが踏み切り、ジャーンプして、着地。ね、この、ここの音は、着地前の同音って呼ぶんだけど、同音って、同音、難しいな。同じゃないよ。同音、誘導の同な。この、ここに向かって、この音がこっちに行くためのアプローチの音。って言うんだけど、そう。から、ここに着地するためにジャーンプしとるからね、ジャーンプの時叩いたらあかんで、ズコってなってまうからな。そう。ちょっとやってみよう。だからね、ゆっくりの速さから、
やってみます。今、ここ本当はフロアタムがあるんだけど、足一緒に叩いてみて分かりやすいかなと思ったんで、足見えるようにフロアタム取っとるから、ちょっと変なセットだけど、はい、じゃあ一緒にやってみましょう。40からいくよ。40、60、80叩けるようにしようね。じゃあまず40からいってみよう。テンポ4でジャンプね。足もジャンプやから足も叩いたらあかんで、ちょっと一回先生やってみます。1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8。クリックなしにしようか。めっちゃゆっくりいきます。いくよ。3、はい、1 2 3 4 5 6 7 8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 。どう？めっちゃゆっくりやったな。めっちゃゆっくりやったら、シンコペーションしとるかどうかちょっとわからへんかったな。そうそう。C で足もジャンプやから、足も棒のところは、ここな。ここの足も叩かないよな。ドーン、ウッド、ド、ウンになります。ドーン、ウッド、ド、ウン。ツッツッタ、ド、ド、タン。ツッツッタ、ドドタンって感じ。はい、何回もやろう。じゃあ40から16小節やります。16小節やるんだけど、1小節目はシンコペーションなしの8ビートを、足はこれで1小節叩きます。今のが1小節ね。で、2小節目にさっきのシンコペーション入れます。1、2、3、4、6、7、8。これを入れます。OK？ 2小節に1回入れるからな。まあやってみましょう。いきまーす。1、2、3、4、まずは普通の8ビート。ドドダン。次シンコペーション入れます。ツッタ、シャーツッタ。普通の8ビート。ドドダン。シンコペーション。普通の8ビート、ドン、タン、ドドタン、シンコペーション。1、2、3、4、5、6、7、
今の16小節やったかな。ちょっとゆっくりすぎてちょっとあの不安なんだけど、今ぐらいゆっくりやったらとついてこれたかな。次テンポ60にします。だんだんちょっと曲がイメージできるような感じになってくるからね。で60も今の8分音符でか、カウント入れます。いくよ。 1 and 2 and 3 4。 普通の8ビート、シンコペーション。エイト。シンコペーション。どうかな。80いこう。これでおしまいな。さあちょっと早くなります。頑張ろう。いくよ。 1 and 2 and 3 4どうかな。ジャンプできた。1,2,3 ジャンプ着地やな。はい。ってことで、なんでカウント、今さピッポ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 みたいな感じで、あれは1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and っていうカウントにしてるんだけど、なんであのカウントがいいかというと、これさ、裏拍でジャンプせなあかんかったやん。裏にアクセントして、不安定な感じにさせるんやったやん。そう。で、ここに、しっかり足とクラッシュシンバル入れたいから、ピッて合った方が、タイミングすごくわかりやすいからな。だから、カウントを8分音符で入れました。練習するとき、みんなお家で、練習するときも、4分音符、ゆっくりなテンポやったら、4分音符だけで、カウントしてさ、カウントしてると、1,2,3,4 みたいな感じで、裏がどこかわからへんくなるやん。だから、8分音符とか16分音符、で、クリック入れたらすごくわかりやすいと思うからね。自分のタイム感すごく良くなるから。四分音符だけじゃなくって、8分音符とかに、こう、クリック鳴らすとわかりやすいと思います。ってことで今日はシンコペーションの練習一緒にしてみました。ちょっと難しいけど、すごいかっこいいからね、ちょっと頑張って叩けるようになってみてください。はい。ってことで今日はこれでおしまいします。よく頑張りました。イエーイ。はい。じゃあ、みんな頑張って練習してください。じゃあね。またね。バイバーイ。